どこだ、ここ。変なネットゲームみたいのをしようとして。あ、びっくりした。もしかしてあれか。よし、鑑定。やっぱり来たか。まるで自分の体みたいだ。¿Por qué lo dices? 装備変更がこなせるゲームでやるもので。よしっと。そういえばボーナス装備なんてもの設定したよな。これがデュランダルか。悪くなさそうだ。いざクリダさん、未開の地へ。Bien dicho。やべ。迎え撃つつもりか。行くしかない。剣道やっててよかった。 No, en serio! No me diga! レベルが上がってる。あ、できる限りのお礼をさせていただきますので。これは戦利品です。あ、道夫様にもご確認お願いいたします。なるほど、そういう仕組みなのか。こんなにあってもな。で、いかがいたしましたか。道夫様にはお部屋をご用意いたしますので。うむ、そうさせてもらおう。今日はここまでにしとこうか。ログアウト。そもそもここは本当にゲームの中なのか。アルフィン、セビオコエンタ。あれは本当のことだってのか。お湯をお持ちしました。それとお着替えも用意いたしました。ここが現実だとすると、俺はゲームキャラを倒したんじゃない。だが物は考えようだ。そう、ここは現実世界だ。俺はこれからこの世界で生きていかなければならない。申し訳ありません、道夫さん。この村の人間か。恥ずかしながら、それでこの男の処罰ですが。村には村の決まりもあるだろう。あれ、何その顔。とうとうと流るる例の石、インテリジェンスカードオープン。お、なんか出た。何をしているのだ。この男のインテリジェンスカードに奴隷身分であること。 Eso tiene sentido para mí。残り半分は働き手を失った家族に渡されます。そうか、こうしないで済むように俺に寛大な処分を期待していたのか。おっと、忘れるところでございました。こちらが盗賊どものインテリジェンスカードでございます。懸賞金のかかっていたものがいましたら。いわゆる賞金首ってやつか。Creo que es muy obvio que sí。 ベイルの町に騎士団の詰め所がありますから、そこで監禁が可能です。明日はちょうど1の立つ日ですから。そうか、売ればいいのか。出発は明朝でよろしいですか。結局何から何まで至れり尽くせりだったな。Qué agradable sujeto。 村長とあの男には悪いが、初手としては上等だ。あれがベイルの町です。おお、ずいぶん似合ってるな。位置は5日に1度しか立ちませんから。規約にのっとり金を払おう。がその前に。ケセソ、ケソパさんのインテリジェンスカードの確認ですよ。ああ、そうか。とうとうと流れる例の意思、インテリジェンスカード、オープン。問題ありません。受け取るがいい。あ、おお。うーい、ケセルカ。早々に立ち去るがよいぞ。ねぎらいの言葉もなしか。なんか街の雰囲気が変わったような。あまりキョロキョロしないでください。この辺りには治安の悪いところもございます。団などもございますが、あまり奥に入るのはお勧めいたしません。トランキロネ、ピエンサイナビブリア。道夫様、道夫様。当家の主、アランでございます。今日は来客が多く失礼しました。2日前町の近くで迷宮が見つかったのです。おお、迷宮まであるのか。それにしても盗賊のほとんどを一人で倒されたとは。買いかぶらないでくれ。相手が弱かっただ。それで
買取価格なのですが。3万ナールが相場かと存じます。これが村の取り分だ。俺のことを知る人間は誰もいなくなるんだな。Una tristeza absoluta。 みんなが喋る言葉がわからない。違う世界の外にいる。ミチオ様、お急ぎでなければもう少しお時間をいただけませんかな。さっきとは違う部屋。ミチオ様は冒険者でございますね。Si con eso te sientes mejor。 まあそんなところだ。買うものなのか冒険者は。そういう方が多ございます。さっき売ったのだから当然買うこともできるよな。当家では女奴隷も取り扱っております。いやダメだ、落ち着け。ここは一旦頭を冷やして。エソイスのモンブレ。失礼します。どうぞ。ありがとうございます。どうぞお飲みください。失礼いたしました。間違いなく今日。いや、お気に召していただけたようで。悪くない飲み物だ。もちろん彼女のことでございます。インテリジェンテな。ってことは買えるんだ彼女。また先ほどの娘は浪人族、その上聡明で性格も良く、浪人族であることに利点がございます。人は他種族との間に子を設けることはできません。それともう一つ重要な点が。よって病気の心配がございません。これは道夫様にとって意味のあることかと存じます。なぜ。お客様の中には奴隷に手を出すことに心理相手が最初から受け入れているのであれば。No lo sé, Rick. Parece falso. ご納得いただけましたか。ああ、あんな美人を俺の自由に、それは許せん。ならば、422,800ナールでお譲りしましょう。俺に手が出せる値ではないな。5日であればお待ちいたしましょう。その間に必要なものをご用意ください。お客様はお前をお求めだ。これじゃ断れないじゃないか。よろしくお願いします。それでは5日後にお待ちしています。どうやって金を稼ぐかわからない。俺が手に入れる。